今回は、はい、変身しないで、変身しないで。なんで変身したの？なんで変身したの？はるくん、はるくん、今回のクレーンゲームはじゃじゃーん、じゃじゃーん、バーニングファルコンとメタルクラスホッパーです。キーン欲しいですか？うん。はるくん、今回のチャンスは10回です。それじゃあ頑張って取ってください。お、いいんじゃない？お、すごい、ハルコン上手。やったな。全部取れました、うん、最後のディスプレイも取る？うん、あ、残念。バザーコんじゃないこれ。おお、こけた、はるくん。次チャンスだね。はるくん、あと1回になっちゃったよ。どう？おお、すごい。はい、はるくん、残念ながらディスプレイは取れませんでした。それじゃあね、帰って開封してみましょう。うん、見えません。ここどこ？はい、はるくん、家に帰ってきました。開封していきましょう。はい、あれ、ディスプレイの時間ザックス取ってないのに、なんで持って帰ってるの？なんで持って帰ってるの？これ隠れても見えてるよ。はるくん、顔しか隠れてないよ。頭出てるよ。頭も隠さんと、全部隠さんと。それでは、どれから開封していこうか。あ、時間ザックスから開封していくの？まず最初は仮面ライダージュオーのね、デラックス時間ザックスから開封していきます。これね、ディスプレイ用に置いてたんですけど、なんかね、ハルくん欲しかったみたいで、ちょっと開封していきます。裏にはね、遊び方が書いてありますんで、このね、遊び方通り遊んでいきたいと思います。ロロロロロ、かっこいいね。
それだけしか入ってないんだ。うん、どう？ちょっと電池入れてみようか。開封しました。こちらのね、時間ザックスは斧と弓のね、2モードに変形するみたいなので、まずね、変形させてみましょう。今が弓モードになってます。そしてね、こちらを折りたたむと斧モードに変形します。それではこちらの電源入れてみましょう。デジタルっぽい音声が鳴りましたね。そしてここを変形さすと You me って言いましたねじゃあまたね、斧に戻してみましょう斧にしたら Oh no で面白いあ、面白い。次はね、ボタンを押してカウントダウン攻撃をねしてみましょう。まずはこちらのボタンを押すみたいですね。キワキワウチーってなったなキワキワウチーだって。次はね、ライドウォッチを時間ザックスにセットして必殺待機音が発動するみたいなのでしてみたいと思います。そしてトリガーを引くんだね。引いてみて。今度キワキワシューとなったねへーすごい。ざっとね、時間ザックスを使って遊んでみました。それではね、次はこちらを開封していきます。どっちから開封していく？ジン。それでは仮面ライダージンバーニングファルコンのライダーキックスフィギュア開封していきます。ファルコン開ける？はい、こんな感じでね、バーニングファルコン出てきました。フィギュアとね、付け替えパーツが入ってました。18箇所稼働します。こんな感じでね、結構動きますからね。すごいかっこいい。ちょっとね、ポーズを決めてみようか。はい、こんな感じでポージングさせたんですけど、なんかちょっとポージング違うな。パパのセンスがないのかな。ここのね、パッケージではね、こんな感じでキックしてますね。かっこいいね、ちゃんと一緒のポージングできる。なかなかね、ポージングもね、センスがないとね、うまくできないかな。後ろはね、こんな感じになってますね。ということでね、バーニングファルコンでした。それでは次は双胴のね、メタルプラスホッパーを開封していきましょう。こちらがボディで、こちらがね、アーマーパーツになります。それではね、まずボディパーツから開封していきます。じゃあこんな感じです。うーわー、かっこいい。はい、こちらがね、ボディパーツになります。なんかシール貼らなくても結構いい感じだよね。あとは付け替え用の手と、あとシールが入ってますね。それじゃあね、ちょっとシール貼っていこうね。うん、はい、ボディパーツシールを貼りました。こんな感じになりました。それでは次、メタルクラスホッパーのアーマーパーツ開封していきましょう。さてさて、どんなのが出てくるかな。あら、ガーム。はい、じゃじゃーん、出てきました。いいね、これで完成するな。アーマーパーツはね、こんな感じの部品が入ってました。まずはシールを貼っていきましょう。はい、アーマーパーツのシールも貼りました。ほぼね、ホッパーブレードのシールだけでした。それではね、組み立てていきましょう。やばいやばい。メタルクラスホッパーの股が裂けるところだったよ。はい、そんな感じでメタルクラスホッパー完成しました。どんなでしょうか。よくできたんじゃないかなと思います。そして後ろはこんな感じですね。いい感じにできたんじゃないでしょうかね。かなんでかーってカメハメハ打ったということで、今回はハル君がクレーンゲームでゲットした仮面ライダーグッズを紹介してみました。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。